4連装ミサイルランチャーに乗せられた S-125S-125 ネバーはソビート連邦が開発した高、中高度防空ミサイルである。愛称は古都サンクトペテルブルクを流れる川として有名なネバガーにちなむ。NATO コードネームでは SA-35A と呼ばれており、日本を含む西側諸国では一般にこちらの名称で呼ばれることも多い。 S-125 は、ステルス攻撃機械 -117 ナイトホークを撃墜したことで知られている。P-15 警戒レーダー PRV-11、広角測定レーダー SNR-125、125完成、戦闘レーダー射撃完成装置発射機へのミサイル、装填作業ソ連が、その広大な領域をサムの傘でカバーすることは、 S-75 の登場と大量配備によって実現されたがソ連がこれで満足したわけではなかった。確かに S-75 は戦略爆撃機や偵察機などの高高度を飛ぶ目標に対しては効果的であったがより低い高度を飛ぶ目標に対しては効果的でないように思えた。そこで1956年には S-75 を保管するべく中。 高高度迎撃用サムの開発がスタートし、開発には S-75 と同じくラボチキン設計局が当たった。開発は1959年頃におおむね完了し、1961年には部隊配備が始まった。まずはモスクワ近郊に展開する国土防空軍のサム部隊に、続いて各地の主要都市や飛行場の防空部隊に配備された。 ミサイルの構成は S-75 同様、射出用のタンデム式固体燃料、ロケットブースター及びミサイル本体からなる。ミサイル中央部には4枚の翼が付けられ、後端部に4枚の大型安定翼、また、先端部に4枚の小型制御翼がある。ミサイルは S-75 より小型で、全長は6.1メートル。 直径は0.37メートル、重量は発射時で946キログラムである。弾頭は60キログラム高性能削薬で、機外半径は10メートル弱といったところである。射程は6から22キロメートル、射高は1.5から12キロメートルである。1964年には低高度における迎撃性能を向上させた S 分速125メートルから1が登場した。 こちらは、重量が若干増えて 950kg になり、射程は2.5から 18km、射高は0.05から 18km である。敵機の探索には、探知範囲 250km の P-15 警戒レーダーが担当し、目標高度に関しては、最大高度 32km まで探知可能な PRV-11 広角測定レーダーが担当する。 直接戦闘に関わるのは SNR-125 完成戦闘レーダーである。SNR-125 は同時録目標追尾が可能で選択された目標に関する情報を UHF を通じてミサイルに送る。後期型の SNR-125 は新たにテレビカメラを搭載し激しいジャミングが行われていてもカメラから得られた。 情報をミサイルに送ることで任務の遂行を可能にしている。S-125 はソ連と関係の深い諸国にも輸出され、輸出型は S-125 ペチョーラと呼ばれる。こちらはペチョラ側にちなむ愛称である。S-125 は1970年にエジプトで初めての戦果を挙げている。同地では1968年に勃発した第三次。 中東戦争が終結した後も、消耗戦争と呼ばれる断続的に戦闘が行われる状況が続いていた。ソ連は1970年にソ連防空軍の部隊を派遣し、スウェズ運河沿いに防空陣地を形成した。その後数日間のうちに、イスラエル空軍の海マイナス 4E ファントムズ3機が撃墜された。1972年にはベトナム戦争にも参加し、 ここでも海 -4 ファントム2戦闘機を撃墜している。最も大規模に使用されたのは1973年に勃発した第四次中東戦争であり、スエズ運河に沿って防空陣地が形成された。ただし、この戦争では日系12クープや10-23から4シルカの方が注目を集め、S-125 はその影に隠れてしまった感がある。 エース -125 はこれ以外にも、イラン・イラク戦争や、湾岸戦争、コソボ紛争など様々な戦場で使用された。特筆すべきは1999年3月27日に、コソボ紛争において、ス -117 ナイトホークステルス攻撃機を撃墜した戦果である。セルビアの首都ベオグラード近郊上空で第49、戦闘航空団に所属する一機、コールサイン、 ベガ31シリアルナンバー82から0806が撃墜されている。迎撃したのはユーゴスラビア防空軍第251対空ミサイル旅団第3中隊で指揮官名はダニゾルタン中佐。第3中隊では西側の新英軍用機に対応するために S-125 の射撃管制システムを改良しておりレーダーの送受信機を改造して 超波長、低周波数の電波を利用して、回 -117 の探知を可能にしていたとされる。回 -117 に対して発射された2発の対空ミサイルのうち、1発が左翼を直撃し、回 -117 は墜落した。開発開始からすでに半世紀が経とうとしているが、いまだに北朝鮮やエジプトなどいくつかの国で配備され、続けている。また、独立した。 旧ソ連諸国でも S-200S-300 のような、より新しい対空ミサイルとともに、防空の一端を担っているとされている。また、冷戦終結、ソビエト連邦の崩壊後は、運用各国で、車載式などを、独自の発展型も開発されている。運用国及び退役国ウィキメディアコモンズには、S-125 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。